シリアルポート。シリアルポートとは、情報を、パラレルポートとは異なり一度に1ビットずつ、そう受信する、シリアル通信物理インターフェースである。パーソナルコンピュータの歴史の大半において、データは、シリアルポートを通じて、モデム、端末、その他様々な周辺装置のデバイスに伝送された。イーサネット、f i r e w イヤーそして USB といったインターフェースもすべてデータを、 シリアルストリームとして送信するが、シリアルポートという用語は通常、モデムやそれに類似した通信デバイスとの接続を目的とした RS-232 規格と上位互換、または介互換のハードウェアと同一視される。シリアルポートがない現代のコンピュータでは RS-232 シリアルデバイスとの互換を可能とするためには、 シリアル USB 間のコンバータが必要となる。工業自動化システム、化学系機、器、o s システムのようなアプリケーションや一部の工業用及び消費者製品では未だにシリアルポートを使用している。サーバーコンピュータはシリアルポートを診断用制御コンソールとして使用することがある。ルーターやスイッチといったネットワーク機器は設定用にシリアルコンソールを使用することが多い。 シリアルポートは単純で安価であり、コンソール機能が高度に規格化され普及しているため、ネットワーク機器の分野では未だに使用されている。シリアルポートは、ホストシステムからのソフトウェアサポートはほとんど必要としない。IBM PC のように、コンピュータの中には、非同期シリアル形式に文字を変換したり逆に文字を非同期シリアル形式に変換したり、さらに自動でデータのタイミングや、 構造の面倒を見てくれる UA と呼ばれる集積回路を使用しているものもあった。初期のホームコンピュータに見られたように、とても低コストなシステムではビットバンギング技術を使用することで出力ピンを通じたデータの送信用には UA との代わりに CPU を使用していた。ラージスケールインテグレーション LSIUA と集積回路が普及する前のミニコンピュータやマイクロコンピュータは シリアルポート用のシフトレジスタ、ロンリゲート、カウンターや、その他すべてのロジックを実装した複数のスモールスケール集積回路から構成されたシリアルポートを搭載していた。初期のホームコンピュータは RS-232 と非互換なピンアウトであったり、RS-232 と非互換な電圧レベルであるプロプライエタリなシリアルポートを搭載していることが多かった。 このようなシリアルポートは生成される電圧レベルに耐えられなかったり、特定業者の製品にユーザーをロックインするために様々な違いがあったりするので、RS-232 デバイスとの相互運用が不可能な場合もある。低価格プロセッサにより RS、RS-232 を代替する USB や FireWire のような現在の高速で、 より複雑なシリアル通信規格が可能となった。低価格プロセッサにより、マスストレージ、音楽、そしてビデオデバイスといったより、低速なシリアル接続ではうまく動作しないデバイスを接続できるようになる。ピンヘッダーを通じてしかアクセスできないとしても、多くのパーソナルコンピュータのマザーボードには未だに最低1個のシリアルポートが搭載されている。 スモールフォームファクタシステムやラップトップではスペースを節約するため RS-232 コネクタポートが省かれているが回路は依然として存在する。RS-232 が標準となって非常に長いためシリアルポートを制御するために必要な回路はとても安価になった。さらに RS-232 は時にはパラレルポート用の回路も合わせた。 単一のチップとして存在することがよくある。シリアルポートの個々の信号は単方向で、二つのデバイスを接続するとき一つのデバイスの出力は、もう一つのデバイスの入力に接続しなければならない。デバイスは、データ端末装置、データターミナルエキップメント、ディートと、データ回線集団装置、データサーキット、ターマネッティングエキップメント、DCE の2種類に分類される。 D とデバイスへの出力である回線は DCE デバイスへの入力であり、D とデバイスへの入力である回線は DCE デバイスへの出力である。このため、ストレート優先ケーブルで DCE デバイスを D とデバイスに接続できる。慣例として、コンピュータと端末は D とであり、モデムと周辺装置は DCE である。二つの D とデバイス、または 非常に稀だが2つの DCE デバイスを接続する必要がある場合、アダプタかケーブルのどちらかの形式によるクロスオーバーヌルモデムを使用しなければならない。RS-232 規格ではもともと25ピン D タイプコネクタが指定されていたが、パーソナルコンピュータ設計者の多くはフル規格のサブセットのみを実装するように決めた。彼らは安価でよりコンパクトなコネクタ。 特に元々の IBM PCAT で使われた D-9 の仕様と引き換えに規格との互換性を犠牲にした。2個のポートを搭載するシリアルインターフェースカードを提供したかったため、IBM はシングルカード背面パネルにフィットするようコネクタのサイズを小さくする必要があった。D-9 コネクタならば、もう一つのコネクタである DB-25 コネクタを搭載するカードにも、 フィットするこの DB-25 コネクタも元々のセントロニクス仕様からで -9 コネクタと同じ理由で変更されたものである。IBM PCAT が導入された頃からコストとスペースを節約するためシリアルポートは通常9ピンコネクタで構築された。しかしながら9ピン D サブミニアチュアコネクタはビデオ、ジョイスティック、 そして他の目的にも使用されていたため、QPIN-D、サブミニアチュアコネクタが存在していても、実際には接続がシリアルポートによるものであることをはっきりさせるには不十分である。特に、グラフ電卓と携帯アマチュア無線機、そして受信神に用無線機器のように、小型化された電子装置の中には、フォーンコネクタを用いるシリアルポートを搭載したものもあり、 そのコネクタは通常2.5または 3.5mm よりも小さい。さらにこれら電子装置の中には最も基本的な3 0インターフェースを使用するものもある。マッキントッシュのモデルの多くは最も初期のモデルを除き、主にドイツ製のミニ、ジンコネクタを使用して RS-232 の親戚である RS-422 規格を好んで採用していた。 マッキントッシュには、プリンターとモデムへの接続用に2つのポート1組を標準として搭載していたが、パワーブックラップトップの中には、小スペースのため統合された1つのポートしか搭載していないのもあった。規格では20個の異なる信号接続を指定している。ほとんどのデバイスは数個の信号しか使わないため、より小さいコネクタが使用されることが多い。 例えば9ピンでマイナス9コネクタは IBM PCAT 以降のほとんどの IBM 互換 PC で使用されており、チアマイナス574として標準化された。最近ではモジュラコネクタが使用されてきている。8P8C コネクタが最も一般的である。A や、ER、チア561規格ではピン割り当てを指定しているが、ユニックスコンピュータや シスコシステムズ製の新しいデバイスでは、デーブ・ヨストが発明した、そしてユニックシステムアドミニストレーションハンドブックで普及したヨストシリアルデバイス配線規格が標準である。多くのデバイスは、エア、チア561規格とヨスト規格のどちらも使用していない。デバイスの中には 10P10CE コネクタも見られる。デジタル・クイップメント・コーポレーション、DEC は、 マダファイドモジュラジャック MMJ コネクタをベースにした DEC 固有のディークコネクト接続システムを定義した。これはキーが中心位置からずれている6ピンモジュラジャックである。ヨスと規格と同様にディークコネクトは2つの D とを直接接続することを可能する対象ピン配置を使用する。他の一般的なコネクタとしては普通はケーブル経由で より標準的な9ピンでマイナス9コネクタに変換されるマザーボードやアドインカードでは一般的なそしてソラスロット以下や他の多いの部分にマウントされた DH10 ヘッダコネクタがある以下の表は一般に使用される RS-232 信号とピンの割り当てを一覧にしたものである信号は例えば IBM PC 互換のシリアルポートのような D との立場から名付けられている。設置信号は他の接続に共通の値を返す。これは、ヨスと規格では2つのピンに見られるが、共に同じ信号である。DB-25 コネクタにはピン1にある、もう1つの保護設置が含まれる。これにピン7、信号設置を接続することが一般的な習慣であるが、必須ではない。A や、 シア561では DSR と RI が統合されており、ヨスと規格では DSR と DCD が統合されていることに注意すること。オペレーティングシステムでは通常、コンピュータのシリアルポートを参照するのに、シンボル名を使用する。ユニックス系オペレーティングシステムでは通常、シリアルポートデバイスを DevT はテレタイプの一般的な商標フリーな省略系と、 名付ける。ここで、この部分には、端末デバイスを識別する、文字列が入る。文字列の構文は、オペレーティングシステムと、デバイスに依存する。Linux では8250、16550、u アとハードウェアシリアルポートはデブ、Dev, TIS と名付けられ、USB アダプタはデブ、Dev, TIS 部となる。しかし様々な種類の仮想シリアルポートは、 必ずしも T で始まる名前を有しているとは限らない。Microsoft の MS DOS と Windows 環境ではシリアルポートを COM ポートとして参照する。COM1、COM2 などとしてである。COM9 よりも大きい番号のポートは COM10 公文を用いて参照する必要がある。専門的なデバイスや特注のデバイスの多くは RS-232 規格を使用する。 以下の一覧には PC のシリアルポートに接続される、より一般的なデバイスがいくつか含まれる。これらデバイスの中には容易に使用できるものがある一方、モデムやシリアルマウスのように使用されなくなったものもある。シリアルポートに大抵の種類のマイクロコントローラーが付属していることはもはや当然であり、PC や他のシリアルデバイスと通信するために、 これらのシリアルポートを使用できる。シリアルポートへの制御信号はスイッチで容易にオンオフが可能なため、蒸気の適用の中にはシリアルデータを取り交わすことなく外部デバイスを監視するためにシリアルポートの制御回線を要するものもあった。この原理を用いた一般的な商用適用としては電飾損失、バッテリー低下警告そして他の ステータス情報信号のために制御回線を使用する無停電電源装置の一部のデルがあった。モールス符号トレーニングソフトの中には実際のコード使用をシミュレートするためシリアルポートへ接続されるコードキーを使用していたものも少なからずあった。トレーニングソフトがモールス符号を解読できるのでシリアルポートのステータスビットを非常に迅速かつ 予測可能な時間で実際にサンプリングすることが可能であった。速さ、文字ごとのデータビットの数、パリティ、そして文字ごとのストップビットの数を選び抜くため、非同期スタートストップ通信に使用されるシリアル接続には多くの設定が必要となる。ユアと集積回路を使用する現在のシリアルポートでは、設定は通常すべてソフトウェア制御である。 1980年代以前のハードウェアでは回路基板にあるスイッチやジャンパーの設定が必要なこともある。インサネット、ファイヤーワイヤー、そして USB といったシリアルバス規格でもたらされた簡素化の一つにシリアルバス規格のパラメータの多くが固定された値となっていることが挙げられる。このためユーザーは設定を変更できないか変更の必要がない。速度は固定されるか 自動的に取り決められるかのいずれかである。何度設定を間違って入力しても接続は切断されない。しかしながら受信側では送信されたデータをすべて無意味なものとみなす。シリアルポートは日、バイナリ信号を使用している。このため、ビット毎秒単位のデータ転送速度は、棒単位の符号転送速度に等しい。一連の標準転送速度は、 電気機械式テレプリンター用の転送速度の倍数に基づいている。シリアルポートの中には多くの転送速度から任意の速度を選択できるものがある。ポートの速度とデバイスの速度は一致させる必要がある。ビット転送速度を設定できても実用的な接続となるわけではない。すべてのビット転送速度がすべてのシリアルポートで利用可能であると限らない。 楽器コントロール用の MIDI のような特定用途のプロトコルの中にはテレプリンタ用転送速度の倍数以外のシリアルデータ転送速度を使用するものもある。シリアルポートシステムの中には自動的にビット転送速度を見つけるものもある。速度にはストップビットやパリティなどの構造用のビットが含まれる。このため実行データ転送速度はビット転送速度以下になる。 例えば八 n 一キャラクタのフレームではビットの八十パーセントのみがデータとして使用可能であるデータの八ビットごとにさらに二つのフレーミングビットが送られる。サポートされるビット転送速度には通常七十五、百十、三百、千二百、二千四百、四千八百、九千六百、一万九千二百、三万八千四百。 57,600そして115,200ビット S が含まれる。周波数が 1.843200MHz の推奨発信機は特にこの目的のために販売されている。この周波数は最も速いビット転送速度の16倍であり、シリアルポート回路は必要に応じて容易にこの周波数をより良い,い周波数に分割することができる。各文字のデータビット数は5、 ボードットコード用。6. 稀に用いられる。7. 純粋なアスキー用。8. このサイズがバイトのサイズとマッチするように、ほとんどの種類のデータ用。または 9. 稀に用いられるとすることができる。新しいシリアルポートの適用例では8データビットを使用するのがほぼ一般的である。こうや7ビットは一般的にテレプリントのような古い装置と共に用いるときのみ意味をなす。 ほとんどのシリアル通信設計では、各バイトの LSB、リーストシグニフィカントビット、再開ビットにある、データビットを最初に送信するようになっている。この規格は、リトルエンディアンとしても言及される。ビッグエンディアン、すなわち、MSB、モストシグニフィカントビット、最上位ビットを最初に送る。シリアル通信も使用できるがほとんど使いれていない。例として、ビッグエンディアンは、 IBM 2741印刷端末で使用されていたビット順序についてより詳しい情報についてはビットナンバリングを参照すること。ビットの順番は通常シリアルポートインターフェース内部では設定できない。ローカルのデフォルトとは異なるビット順序を必要とするシステムと通信するためローカルソフトウェアは送信直前や受信直後に各バイトに含まれる。 ビット順序を再設定できる。パリティは、伝送における誤り検出手法である。パリティをシリアルポートで使用する場合、各データ文字と共に余分なデータビットが送信され、パリティビットを含む、各文字の位置であるビットの数常に奇数か、常に空数となるよう調整される。間違った位置であるビットの数を受信した場合、それを却下しなければならない。しかしながら、 誤りの数が偶数であれば、パリティ検査を通過できる。電気機械式のテレプリンタは、ラインノイズで損害を受けたメッセージを発見できるように、受信データがパリティエラーを含む場合に特殊文字を出力するよう調整された。単一のパリティビットでは、各文字の誤り訂正を実装できないので、シリアルデータリンクをやり直す通信プロトコルはデータが有効であることを保証し、 誤って受信されたデータの再送を要求する、ハイレベルなメカニズムを有している。各文字のパリティビットはなし、何 ?n、奇数、オット、o、偶数、イベベン、e、マーク、マーク、m、もしくはスペース、スペース、s に設定できる。なしは、パリティビットが一切送られないことを意味する。マークパリティは、パリティビットが常に、マーク信号状態。 論理的に位置に設定され、同様に、スペースパリティは常に、スペース信号状態のパティビットが送られることを意味する。マークや、スペースパリティはいくつかの種類のアドレッシングや特殊信号用に9番目のパリティビットを使用する、稀な適用例を除き、誤り検出情報を追加しないため一般的ではない。奇数パリティは、偶数パリティよりも有用である。なぜなら、 奇数パリティは、各文字に少なくとも一つの状態繊維が存在することを保証しているからでり、奇数パリティをより信頼できるものとしている。しかしながら通信プロトコルが誤り検出を行うため、最も一般的なパリティ設定は、なしである。各文字の終わりに送信される、ストップビットにより、受信信号ハードウェアが、文字の終わりを検出することができ、 さらにモジュストリームと再同期できる。電気デバイスは通常一つのストップビットを用いる。低速な電気機械式テレプリンタを使用する場合、1と2分の1個あるいは2個のストップビットが必要となる。D, P, S, データ、パリティ、ストップ関連表記はシリアル接続の構造を表す。マイクロコンピュータで使用されるのはほとんど8、N、1。 8N1 である。これは8データビット、パリティなし、1ストップビットを表す。この表記において、パリティビットはデータビットに含まれない。7E1、7E1 は、スタートビットとストップビットの間にある計8個のビットのうちの7個のデータビットに、偶数パリティビットが追加されていることを意味する。7E1 ストリームの受信者が 8N、 一ストリームを期待している場合、受信可能なバイトの半分はコビットがセットされていると解釈される。シリアルポートはデータ通信を中断したり再開するためにインターフェースの信号を使用することがある。例えば、遅いプリンターはメカニズム作業を進めている間はデータを中断するよう指示すため、シリアルポートを用いたハンドシェイクが必要な場合があった。 ハードウェアハンドシェイク信号、ハードウェアフロー制御は通常、RS-232RTS、CTS、または DTR、DSR 信号回線を使用する。一般的に、例えばバッファがほぼいっぱいの場合、RTS と CTS は、データフローを制御するためにどちらか一方のエンドからオンオフされる。DTR と DSR は通常常時オンであり、 RS-232 規格やその後継規格で反対側のエンドの装置が実際に存在し起動している各エンドから信号を送るために使用される。しかしながら、例えば DTR をフロー制御に使用するプリンターのようにメーカーは数年にわたり規格に準拠しないバリエーションを実装した多くのデバイスを確立してしまった。フロー制御の別の方式では データフローを制御するためにソン・ゾフのような特殊文字を使う。送信者がいつデータを送信するかを制御するために受信者が送信者に対しソン・ゾフ文字を送信する。つまりソン・ゾフ文字はデータが送信される方向とは反対方向へ向かう。回線は送信許可状態で開始される。受信者のバッファが容量に達した場合受信者は送信者に データ送信を停止するよう命じるために、ゾフ文字を送信する。その後受信者はバッファを空にした後、受信者は送信者に伝送を再開するよう命じるために、ソン文字を送信する。ソン、ゾフ文字は、必出力文字であり、プリンター、端末、そして、コンピュータシステムにより、ハンドシェイク信号としてシャックされる。ソン、ゾフフロー制御は、データ用に使用される。 通信路と同じ通信路を通じて制御情報が送信されるインバウンド信号方式の例である。損文字とゾフ文字は送信されるデータ中に出現する可能性があり、さらに受信者は損文字とゾフ文字をフロー制御として解釈してしまう可能性があるため、損、ゾフハンドシェイクは困難となる。これを防ぐため、データストリームの一部として送信される損文字とゾフ文字を エスケープシーケンスでエンコードする必要があり、送受信ソフトウェアはこれらエスケープシーケンスの生成、および解釈を行う必要がある。その反面、余分な信号線を必要としないため損ゾフフロー制御は3線インターフェースで処理が行える。仮想シリアルポートは、標準シリアルポートのエミュレーションである。このポートは、拡張カードのような追加のハードウェアインストールをせずに、 オペレーティングシステムのシリアルポートを追加できるソフトウェアにより作成されるたくさんの仮想シリアルポートを PC に作成できる制限は多くのシリアルポートを同時にエミュレートするために必要な操作用メモリや演算能力といったリソースの量だけである仮想シリアルポートはボーレ例ーとデータビットパリティビットストップビットなどを含む全ての ハードウェアシリアルポート機能をエミュレートする。さらにすべての信号線、DTR、DSR、CTS、RTS、DCD、RI をエミュレートし、ピンアウトをカスタマイズすることでデータフローを制御することができる。仮想シリアルポートは、Bluetooth と共に用いることが一般的であり、Bluetooth 搭載の GPS モジュールからデータを受信するための標準的な手段である。 仮想シリアルポートエミュレーションは使用可能な物理シリアルポートが足りない場合や現在の要件を満たさない場合に役立つ。例えば仮想シリアルポートはシリアルポートに接続された一つの GPS デバイスに基づく複数アプリケーション間でデータを共有できる。またインターネットやランケーユでどんなシリアルデバイスともまるでコンピュータとローカルで接続されているかのように通信することも できるシリアルオーバーラン、シリアルオーバーイーサネットに。二つのコンピュータやアプリケーションはエミュレートされたシリアルポート接続を通じて通信することが可能である。仮想シリアルポートエミュレータは MacOS、Linux、Microsoft Windows の様々なモバイルやデスクトップバージョンを含む多くのオペレーティングシステムで使用できる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。